早速一つ目の技を頑張りたいと思いますので、技やと気づいた方拍手大きくいただいていいですか。こっち来て、はい、目立つ、まみて。それでは行きましょう。一つ目の技でございます。お願いいたします。ほっほっほっ、頑張るよ。ほっほっほっ、はい、皆さん、これ一つ目の技始まってます。分かったって、分かった分かったって、前めて、多分なんとなくね、気づいた方もいらっしゃると思うんですけど、おさるさん頑張って二足歩行しておりました。もう一度大きな拍手いただいてもいいですか。ありがとうございます。もともとはワンちゃんと同じでございます。四足歩行で歩く動物でございまして、服着てるんで当たり前かのように見えるんですけれども、二足歩行を覚えるのに半年間かかりましたのでね、すごいわざとね、見ていただけたらと思います。前めて、それではもうしっかりとご挨拶させていただきたいと思います。5歳の若葉ちゃん、実は人間の年に直したら15歳ぐらいです。はい、今ちょっとね、反抗期迎えてまして、私から叱られること多々あると思うんですけど、皆さんずっと褒め役担当してもらっていいですか。拍手ほんまに伝わりますので、ぜひね、お願いいたします。まだよ、そうや。あ、そしてですね、若葉ちゃん結構すごくって、映画にも出たんですよ。パンク侍切られて候っていう工藤官九郎さんが脚本されてるんですけども、なんとオーディションに受かりまして、北川景子さんに抱っこされるお猿、その役を務めた若手の実力派女優でございます、ね、ぜひお名前お顔しっかり覚えていただいて、ぜひね、お写真もムービーも前見てしっかりとね、撮り放題とさせていただいておりますので、ぜひお撮りください。よろしくお願いいたします。前見て、それではしっかりとご挨拶させてください。5歳の若葉と、私は舞と申します。スタッフの優香と共に頑張りたいと思います。コンビ名は四季と書いてフォーシーズンズと申します。食欲の秋がやってまいりました。優しい差し入れは大歓迎でございます。お時間は10分間、どうぞ皆様の拍手喝采ご加納をよろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、立って、それでは参りましょう。まずこちらでございます。高跳び行きましょう。さあ行きましょう。はい、そうや。さあ行きますね。皆さん、若葉のジャンプの後ご注目いただけたらと思います。行きましょう。ほっ、赤目虫頑張れ。ほっ、前転でございます。ありがとうございます。反対からもほっ、頑張れ。よし、いいね、いい感じやで。そう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 、ありがとうございます。ちょっとね、かなりいい調子できておりますので、ちょっと一回座り、はい、足閉じて、そう。もうちょっと前向いて、そうや、はい、持ち前、そう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 、もう一気に高さを上げたいと思います。若葉が頑張る高さ、一番高いところ、こちらでございます。皆さん、もう少し盛り上がってもらってもいいですか。そうです、まあ、もう一回言いとけますね。こう上がった瞬間にこう揃えて、うわーでお願いします。めっちゃいいタイミングです。お母さん、ありがとうございます。もうちょっと前いいですか。せっかくなので、もう参加型でお願いいたします。ありがとうございます。いきますよ。あ、ステーキ待ちの方もお願いしますね。わーってお願いしますね。いいな、ステーキ。いきますよ。若葉が頑張る高さ、なんと、はい、こちら行きます。ありがとうございます。相変わらずの真顔でございます。ちょっとめちゃくちゃ嬉しかったんで、今回もサービスでございます。プラス5センチいきたいと思います。いいですか。ありがとうございます。いや、ちょっとほんまにそんな盛り上がっていただけるのは、ちょっと今回サービスもちろんマス分高さを上げたいと思います。題しまして、マスだけにますます上がります。受けた受けた。よし、さあ、ダメよ。
ありがとう。はい、はい、こちらです。ありがとうございます。お差しいただきました。それでは行きましょう。あいだって気をつけ。ありがとうございます。頑張ります。あいだって行こう。さあもう始まりの技でございますので、分かる。どうしたの？どうしたの？大丈夫大丈夫ね。ダメ、泣き真似しても気をつけて。いきますね。もう始まりの技でございます。できた時の皆さんの拍手で今後の自信につながりますのでお願いします。それでは行きましょう。一番高いところ、ガメ、よいしょ。決まりました。気をつけ、拍手もらうやろ。はい、拍手をお願いいたします。気をつけて。さらにサービスは、はい、よいしょ。見えます、若葉って書いてるんです。ありがとうございました。よう頑張った頑張った。さあ皆さんね、ある意味勇気出しましたので、もう一回大きな拍手いいですか。気をつけて。ありがとうございます。それではお待たせいたしました。ここからがショーの本題でございます。皆さんお待たせいたしました。多分道具見たらピンとくる方いらっしゃると思うんですけれども、こちらの若葉ちゃん行くで、竹馬芸をご覧いただきたいと思います。さあ、竹は決して折れない生命力のしなり象徴、皆様の長寿を願う技でございます。それでは行きましょう。おいで。さあ足元を見てくださいね。ほっ、わかります？これね、めちゃくちゃ可愛くって乗ってるんじゃないんです。思い切り掴んでるのわかります？そう、結構すごいです。これ何があっても絶対落ちない、ね、このまま竹馬歩きたいと思います。よろしいですか？行きますよ。行きましょう。拍手のタイミング、今お願いいたします。そうです、させていただきますと、普通のお猿さん竹馬を覚えるのに3ヶ月ぐらいかかるんですけれども、若葉はすごいです。なんと1年かかりました。ちょっと時間かかるタイプでございます、ね、はい若葉、そう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 。ただね、もう一つ自慢がございまして、こう1回竹馬に乗ったら若葉の自慢いくで、はい、何があっても絶対にこけません。でこけてるよ。すごいクリバタ。分かってるよな。失礼いたしました。ごめんなさい。さあでも皆さん、竹馬乗ってこけて終わりではございません。ここからがいきましょう。かっこよく決めた。めっちゃいいタイミングや。待ってたよ、ありがとう。こちらでございます。はい、乗って。さあいい風も。若葉ちゃん、ちょっと待ってください。あなた気をつけして。分かってる。大丈夫ね。若葉ちゃん、大丈夫。はい。そうや。いきますね。いきましょう。乗ったままです。ほっ。よし。いいね、素晴らしい。反対からも。ほっ。よし。跳躍芸でございます。大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございます。さらにさらにいっちゃいましょう。もうね、中途半端こちらもやりません。一気に。こちらでございます。ありがとうございます。この高さいきます。5歳の女の子で飛べる子は若葉しかいません。成功したらめちゃくちゃ褒めてあげてください。これが決まればお待たせをしております。メインの大きな階段を使った技を見ていただきたいと思います。さあ、今度中入ってもらっていいですか。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。乗って、ほっ。さあ行きますね。頑張れよ。さあ1回でできたらすごいです。行きましょう。高さ2段、よし、決まりました。ありがとうございます。決まったときはカクカク、ほっ、バカ中です。染めてあげてください。
今日頑張ったね。それではお待たせをいたしました。続いての技がメインでございます。階段を使った大技見ていただきましょう。さあこちらでございます。座って、そうや、足上手やで。それではお待たせをいたしました。それでは参りましょう。発想飛びです。こっ発、はい、いきます。さあこれがメインの大技でございますので、拍手のタイミングお任せしてもいいですか。はい、見て大きさもお任せします。若葉ちゃんそうや行きましょう。着地ご注目ください。はい、逆立ちでございます。いい拍手いただいております。そうです、よし、はい、できました。ありがとうございます。反対からも、はい、そうです。そして皆様の思い、こ上まで、よし、はい、褒めてあげてください。若葉泣きすぎや。大丈夫大丈夫、褒めてくれてる。そうや、さあいきます。もう一気に距離広げたいと思います。若葉が頑張る距離、こちら、最後はこれいきます。ただ本当にギリギリになります。もしかしたらすみません、失敗するかもわからないんですけれども、できた時今日一番の大きな拍手皆さんでいただいてもいいですか。よろしくお願いします。頑張るよ、頑張る、大丈夫大丈夫大丈夫そうや、さあいきます。気をつけして、逆立ち着地、足がついたら失敗です。行きましょう、ダメ、バカな、違う違う、立って違う、若葉最初から諦めない、誰ができないって言ったの。いいから、失敗してもいいから頑張るのね、頑張れって言ってもらってるから。若葉いいよ、失敗したっていいから頑張って、しっかり立って、そうや、もう一回行くよ、もう一回行きます。気をつけして行きます。逆立ちで、頑張れ、まだ惜しかった、惜しかった若葉惜しかった、悔しいんだ悔しいんだ大丈夫よ、失敗してもいいの、頑張って挑戦したやろ。すいません、あの頑張って挑戦したことに対して褒めてあげてもらっていいですか。いいからいいから、頑張った頑張ったな、あと一歩のところまで来てるやんな、頑張れ頑張れ頑張れできないじゃないやな、ここで諦めないよ。そうや、頑張ってもいいよね、そうや、ちょっともう一回いきますね、気をつけして。それではいきます、頑張れよ、諦めない、よし